酒場うろちょろおまけ編その37、チュラ島の花。はい、金沢の端っこにございますね。つきだしと食前健康ドリンクとオリオンビール来ました。食前に飲む健康ドリンク、うまっ。シーカーサーとバナナとゴーヤ。はい、オリオンビール来ました。お酒は二十歳を過ぎてから。1、2、3。はい、今日も三口。島らっきょうの塩漬け、島もずくの酢の物来ました。はい、食べますよ。もずく、生姜大好き秘密探偵ですからね。混ぜてます混ぜてます。はよ食べろよ。お、食べた食べたぞ。ちょっと影になってるな。はい、いつものようにカメラに向かってバークーというかチューチューですね。今日は長いぞ長いぞ、太いぞ。目、アグー豚のシソチーズ巻き串来ました。変顔してますね。ガブリガブガブ、うんうん。お、今度は店内内装ですね。針がすごいですね。これはやはり古民家再生ですかね。これだけすごい針はなかなかね、初めから作るって大変ですからね。リゾート感がすごい。はい、プレミアモレス来ました。ん、プレモル。あー、オリオンビールを頼んだのかな本当は。味確認中。当たり前や、プレモルの入れ物にオリオンビール入ってこないだろう。ミスりましたね。おかわりとか言うからね、プレモル来ちゃったんですね。まあプレモルも美味しいからいいですけどね。なんか奥さんと話してますよ。しまった。はい、耳側のシークワーサー酢味噌和え来ました。ドアップ。はい、食べますよ。酸っぱそうですよね。石焼きゴーヤと島豆腐のチャンプルー。はい、店員さん混ぜてくれますよ。え、もう終わり短っまあね、終盤に撮影したんでこんなもんですかね。はい、あー、すごいプチプチ言ってますね。熱そうですね。石焼きだ、さすがに。はい、食べてください。はい、湯気がすごい湯気がすごい。食べてください。あ、うまそうに食べますね。もぐもぐと。こんな苦いのよく好きですね、秘密探偵は。味覚子供のくせに。あ、島豆腐見つけましたね。はい、耳側の自家製ラー油あえ。お、一生懸命ドアップ見せてますね。ラー油真ん中に固まってましたけど、混ぜなくていいんですかね。味薄いんじゃないですかね、周りは。耳がどんだけ好きなんだよ。耳がからに来ました。はい、食べろ、もう食っちゃえ、もう。はい、中庭というかこれ前庭ですね。入り口の門の裏側がこれになってます。ソテツが素敵ですね。スパムと島もずくの平屋っち行きました。チヂミみたいもんですねこれは。はい、あ、アジに見えますね。なんかアジの切り身に見えましたね。熱って言ってますね。エビと大葉の生姜、あ、生姜じゃねえや生春巻きとシークワーサー。はい、はい、もうほぼジュースですな。あ、うめ、当たり前だろ。うまいよこれ、うまいうまいうまい。めちゃくちゃフルーティーやわ。やっべ、だからやばいなら飲むな、いつも言ってるけど。なんか言ってるぞ。はい、生春巻き食べてください。はい、調味料大好きでしょ。べっとりつけてくださいね。はい、裏表つけて、はい、食べてください。はい、
修羅島の花さんでしたね。もう金沢の端っこですわ。いっぱい食べた。はい、じゃあまた次ね、どこ行こうかな。それではまた。はい、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。